元交際相手の川野美樹さんを殺害し、殺人やストーカー規制法違反などの罪に問われている寺内進被告。昨日に続き行われた被告人質問では、寺内被告のストーカー行為が焦点となり、検察が被害者は寺内被告にとってどういった存在だったかと質問すると、寺内被告は考え込むような素振りをして少し沈黙した後、一緒にいて楽しかったと述べ、川野さん殺害についてショックと後悔と申し訳ない気持ちと小さな声で答えました。ただ事件当日、川野さんを待ち伏せしていたことについては改めて否認し、その上で、待ち伏せするとしたらどこでするという質問には、被害者の会社ちゃいますかねと答え、殺害場所の路上で待ち伏せすることはないと主張しました。公判は明日以降も続き、判決は今月28日に言い渡される予定です。